はい、こんな感じですね。取り付けできました。これで完了になります。ゴミ箱の口のところ磁石でつくんですよ。なんでもうこんな風にパチンと綺麗にはまるし、ビニール袋をセットすることもできるんですね。こんにちは、ピコです。こんにちは、ピーです。本日はこちらの新商品をご紹介したいと思います。センターコンソールスリムダストという商品になります。じゃあ早速見ていきましょう。お願いします。それでは早速中を見ていきましょう。中はこちらが製品になりますね。製品と取扱説明書が入ってます。はい、こちらが取り付け用のステーになりますね。こちらも付属になってます。まあ両面テーブルで取り付ける仕様になってますね。で、まあ物としてはですね、センターコンソールスリムダストということで、まあこういう SUV の車なんか特にそうだと思いますけど、先端コンソールがある車、先端コンソールにまあもってこいな。もうこのスリムな形状でして、でこのステーを、まあこの先端コンソールのですね側面にこうペタッと貼り付けて、そこに、まあ、この本体の裏側にですねこうフックを差し込む場所がありますので、これをこうサクッと刺して使うというような形になります。はい、それでは取り付けていきましょう。取り付けの手順といたしましては、こちらの付属のフックですね、付属のフックをここに差し込んどいて、こんな感じですね。でこの差し込んだ状態でだいたいどの辺につけようかなというのをこうね、決めます。どの辺がいいですか？どの辺がいいですかね。運転手の方も使いたいと思うと、ああじゃあその辺がいいですかね。じゃあこの辺につけましょうと。狙いを定めました。はい、じゃあこの辺です。そしたら一旦外しましょう。はい、外します。で、この取り付けフックをじゃあここにつけたいねということですね。じゃあ、こちらのフックは両面テープで取り付けをしますので、市販のクリーナーなどを使って脱脂の作業をしたいと思います。じゃあそんな時はいつもの VP90 ダッシュボードクリーナー使っていきます。はい、ありがとうございます。まあ出しの作業をねしっかりしないと取り付けたものもすぐポロッと落ちてしまったりするので、しっかり作業しましょう。ありがとうございます。じゃあこの辺ですね、この辺に取り付けたいので、十分でしょう。はい、OK です。じゃあこれで、あとはフックのすいません。アクリ紙を剥がして、ついでに入れといちゃおうかな。ちょっと入れときます。ゴミなので。はい、これをこの辺かな。だよ。さっき確認はしたけど、もう一度確認しましょう。この辺だから。この辺ですね。この辺に。しっかり貼り付けましょう。はい、これで取り付けは OK になります。で、両面テープを使ってますので、両面テープの定着24時間かかります。24時間後からね使うようにしていただくようにお願いいたします。じゃあちょっと今はそれは無視しちゃいますけど、この取り付けたフックに。ここをね、引っ掛ける。はい、こんな感じですね。取り付けできました。これで完了になります。すごくスマートでいいですね。今回はこの位置に取り付けたんですけど、まあ今私は助手席だいぶ余裕を持ってね、こう座ってるんで、この位置に取り付けできたんですけど。まあどうでしょう、助手席の位置を頻繁に動かす方とか、まあもっと前の方で使うよっていう方はですね、まあシートの。前後の動きに干渉することもありますので、そこはしっかりとチェックをお願いします。あとフックの取り付けですね、うん、まあ今この上に外すっていう動作をしましたけども、はいはい、これも例えば上にねなんかもうちょっと出っ張ってる部分があったらフックつけてもこういう動作ができなくなっちゃいますので、まあそこもポイントですね。はい、もう一個あります。グローブボックスですね。こちらも開け閉めにもしかしたら干渉するところもあるかもしれませんので、はい、そちらもチェックをお願いいたします。はい、じゃあ取り付けましたので実際に使ってみたいと思います。まあ助手席側の人はね当然もうすぐここにあるので、まあ、普通に座ってたとしても、こうねパッと開けて、まあ、さっと捨てられるような感じで非常にいいですね。はいはい、あ、全然私言ってなかったんですけど、今更なんですけど、これゴミ箱の口のところ磁石でつくんですよ。なんでもうこんな風にパキンと綺麗にはまるし、上から見た時にその中に捨てたゴミも見えないし、すごくすっきりしてていいんですよね。簡単です。非常に便利っていうのが分かったところで、じゃあ運転手の方にも使ってみてもらいましょう。そうですね、はい、お願いします。あ、すごいスムーズに開きますね。で、パチッ。あ、これは楽ですね。良さそうですね。なんか別にそんな使いにくいっていうわけじゃなさそうですが、バッチシです。ああ、良かったですね。ちなみにこのダストはですね、ビニール袋をセットすることもできるんですね。私が持ってる方が、まあ100円ショップとかで売ってる S サイズって呼ばれてるもので、紀子さんが持ってるものがこれ M サイズですね。はい、になりますね。まあ両方入りそうなので、まあとりあえずこっちからつけてみましょう。ダストの口を開けますとですね、ここ見えますかね、4箇所外せるんだったダストの口を見ますと、ここに袋をかけるためのフックがついておりますので、はい、あ、そう、さっきのゴミは一旦出してもう一個あったね、ちょっと出しておで、袋ですね。袋をセットする時の向きですけれども、ダストに対してこうつけたくなるんですけど、こうですね、この取っ手をこうつけます。かかってる？で、反対側もですね、こんな風に。はい、中に入れて、で反対側もこんな風に引っ掛ければ、じゃん、ちょっと見にくいかもしれませんが整います。はい、整います。はい、こんな風にですね、袋をかけることができますね。で、今 S サイズ入れたんですけど、まあこれぴったりぐらいのサイズ感かなと思います。で、閉じればもちろん袋も見えませんしね。いいですね、見えないですね。はい、もう本当にすっきりです。で、M サイズの方もつけることができて、まあ結構余裕のある感じで取り付けができるっていうイメージになります。そしてさらにですね、この前面の部分お気づきの方いましたかね。ここはポケットになってまして、こんな風にですね、予備の袋を入れておくこともできるわけですね。これで、まあ、使ってる時はこうですね、こんな風にかけておいて、で、ああゴミがいっぱいになっちゃったってなったら、この服から外して簡単に外せますし、で予備の袋もここから出してまたセットして戻すということで、もう非常に便利でございますね。はい、スマートで便利、両方同じ意味違うまあスマートで便利ということで、非常にいいダストですね。あとこの取り付けた感じも見ていただくと分かると思うんですけど、内装に非常にこう合いやすいですよね。確かにもうこの素材感といいますか、がですね、まあ、非常にちょっと高級チックな感じで、この内装に馴染むところがまたいいですね。それでは本日はセンターコンソールスリムダストをご紹介していきました。ゴミ捨ても非常に簡単です。それではドライブに出かけたいと思います。行ってきます。